おはようございます、えー、今日の話は小林生還さんの人生を楽しむための三重法則という本の中から良き仲間に囲まれるという話ですここで人間の幸せ度についてお話ししましょう平均的な人間の幸せ度をゼロだとしますこの時に地獄度が100つまり天獄度 -100 に対して反対側に針が倒れていくと天国度が10、20、30と言って100になります天国度100の状態です 天国度100イコール地獄度100の状態は何かというと炎熱地獄でも灼熱地獄でもなく孤独地獄です孤独が咲いてるものなのですではそれでは全く正反対の逆のところにある天国度100の状態とは何でしょうかそれは良き仲間に囲まれるということでしょう天国度100というのは何,何かに成功することではない達成目標を立ててそれを達成することでもありません それが天国の4050としては存在すると思いますがけれど本当に幸せを味わえる環境というのは実は良き仲間に囲まれていてそこに自分が身を置いているだけで楽しくて幸せだという状況これが100%の天国ではないでしょうか。人は一人でも生きていると人人の間で生きていて人間とよくお話しします。この人間という言葉からも私たち人間の幸せの形が見えてくるように思います。 本当の幸せは自己達成することではなく、人の間で生きていて、その人たちがみな温かくて愛情に満ちている、そういう人に囲まれていることです。その人たちは家族だけでなく、職場でもたまたま隣り,隣り合わせた人でも構わない。初対面であっても本当に優しい目で人を見ることのできる人と出会うことができたら、それでもいいのです。 聖官さんは良きとも仲間を得ることについてこう語っています。お釈迦様の第一の尊者と言われたアーナンダはある時お釈迦様にこう言ったそうです。お釈迦様、今日私はあることを突然頭の中にひらめきが生じました。私たちは聖なる道というのを追い求めているわけですがもしかしたら良きともを得るということは聖なる道の仲間を手に入れたと言ってもいいのではないでしょうか。 聖なる道というのは自分の中に悩み苦しみ煩悩がなくていつも幸せで楽しくて執着がない状態を言うんですねすると釈迦は「ああなんだよ良き友を得られたらその聖なる道の半ばを手に入れたということではない」と言ったんです釈迦は言葉を続けて「ああなんだよ良き友を得ることは聖なる道の半ばではなく聖なる道のすべてを手に入れることである」。同同じじ価値観をを持ちち方向に向ににかっているる人人たちを自分の友人にすることが 実は人生のすべてなんですね。じゃあ今日はこれで終わります。